シーン入ります。皆さん、新刊ライブ2日目撮り、どうですか？なんだ、いや、ちょっとこんな大人数の前でやるの初めてなんで、すごい緊張してます。で、ちょっとなんか新入生に向けてなんかためになることとかいいこと言おうかなって思ったんですけど、柄じゃないのでやめます。まあ、こうやって僕たちみんなの前でライブしてますけど、普段は普通に大学通ってる一人の人間で、まあ、みんなと変わらない生活してるんですけど、でもこういう場を設けてもらって、大勢の人の前で楽器持って格好してさせてもらってます。ありがとうございます。新学期になって1年生大学入って、いろんな環境変わって新しい人付き合いも増えて、なんか今までのと全然違う生活が、まあ、を送ってると思います。まあ、今まで積み上げてきたものがなくなって、新しいものを作んなきゃいけないし、まあ、そうやって生きていくのがこれからずっと続くから、まあ、その気持ちっていうのを、まあ、次やる曲表してると思うんで、作ったりぶっ壊したりみんなで盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。
入ります。今日は皆さん本当にこの新刊ライブ来ていただいてありがとうございます。今日このライブに新入生の方々が来るっていうのはすごく勇気がいることだったと思うんですよ。で、私も2年前大学入りたての頃、皆さんと同じように勇気出してこの新刊ライブ来て、そして今ニュージェネレーション入ってます。そして今私がここに立ってステージ、このステージ立ってるっていうのはすごい奇跡だと思っていて、あの時の自分の勇気があったから私は今こうしてステージ立てて、たくさんの素敵な仲間たちに囲まれて音楽をすることができています。だからもしこれからの大学生活で何か一歩踏み出せないとかそういうことがあった時は、自分の気持ちに素直になって勇気を出してみるっていうことを新入生の皆さんには忘れないでいただきたいなと思います。その一歩の勇気がきっとこれからの皆さんの大学生活をより良いものにしていくんじゃないかなって思ってます。今からやる曲はきっと新入生の皆さんだけじゃなく、ここにいる皆さん全員の背中を押してくれる曲です。だからあとは私たちのステージ聞いて、それが少しでも皆さんの心に残ってくれたら嬉しいです。そしてもし来年再来年皆さんが今私たちがこうしているようにこのステージに立って、この新刊ライブのステージに立ってくれていたんだとしたら、それ以上に素敵なことはないと思います。今日君たちが勇気出してここに来てくれたこと、絶対に後悔させません。自分自身に生まれ変わる。Thank you.
つに書いてないんですけど大丈夫ですか？ありがとうございます。フォローしてやれ、フォローしてやれ、フィーチャリングさせろ。